で、不動産投資、フィリピンのですね、不動産投資をしたいというお話が結構来てますね。長期投資、長期滞在のビザ付き、永住権付きっていうの結構あるんですよね。信頼できる会社はってことなんですけども、基本的にはですね、不動産投資と、長期投資が一緒になっているものは、避けた方がいいかなと思います。っていうのは、やっぱり、長期投資、長期ビザっていうのはやっぱり安定性が大事ですよね。本当に権利として強いもの。やっぱりそうするとクォータービザかリタイアメントビザっていうのが、フィリピンの場合選択肢になるかなと思います。まあ、リタイアメントビザの場合240万円ぐらいの、お金があれば、まあ、ただそれ預ける形になるので、実質的には長期ビザを買うような形になるんですけども、まあ、クォータービザの場合は、政府認定の口座に一時的に入れて、あとは自由に使えるっていうのがあるので、まあ、年齢制限とかそういったこともあるので、いろいろまたご相談いただければなと